皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。このチャンネルは、様々な芸能ニュースを毎日お届けしていきます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。歌手のケイウンスクさんと、小池百合子都知事に姉妹説という、仰天ニュースが飛び込んできました。ケイウンスクさんには覚醒剤や借金で、人生が転落していったとの噂もあります。今回はケイウンスクさんについて調べてみたのでご紹介したいと思います。姉妹説というのは本当でしょうか？これは単純に小池百合子さんと容姿が似ていることから姉妹説、親戚説につながっているようです。そんなお二人についてネット上では見分けがつかないといった声も出ているほど、容姿だけではなく髪型も似ているのでなおさら似ているように感じるのかもしれません。また小池百合子さん自身が自分の声枯れについて、ケイウンスクみたいですけどと語ることもありました。もしかするとネット上でささやかれている姉妹説を小池百合子さんご自身もご存知なのかもしれませんね。ではケイウンスクさんのプロフィールをご紹介します。名前ケイウンスク、生年月日1961年7月28日、血液型 B 型、身長160センチメートル、出身韓国ソウル。1977年、高校生時代に韓国でモデルとしてデビューしたケイウンスクさん、 CM などに出演しながら2年間ほどモデルとして活躍されていたようです。1979年には韓国で歌手デビューしたのですが、身分違いの恋に落ちてしまい大バッシングを受けた過去があるようです。1984年に来日し、翌年には日本でデビューを果たしました。当時ケイウンスクさんは24歳でした。1988年、紅白歌合戦に初出場を果たし、そこから1994年まで7年連続で出場していました。なんと当時の最高月収は1500万円と言われています。しかし2001年より突如テレビやラジオから姿を消し、コンサート活動に専念し始めます。テレビに疲れた、今までたくさん戦ってきた、これからはこうしてライブで直接皆さんと触れ合っていきたいと語っています。ケイウンスクさんは1992年31歳の時に幼なじみの韓国人実業家キム・ヨンスさんとご結婚されています。自分のやりたいようにコンサート活動をするために所属していたプロダクションから独立し、自分が社長として会社を立ち上げています。しかし日本で大成功を収めてしまった結果、金銭感覚が麻痺していたケイウンスクさんは経費などを気にせず活動してしまったようです。運営に支障をきたし、タイガーエンタープライズに移籍。しかし借金トラブルで移籍したタイガーエンタープライズとの契約も解除されてしまいました。何があったのか調べてみたところ、納得のいくコンサート活動をするための制作費がかさみ赤字が続いたことで借金が膨らんでいってしまったことが原因のようです。当時は週刊誌からギャンブル癖が原因だと言われていたようですが、本人が完全に否定しています。本人は否定していますが、ケイウンスクさんはギャンブル癖やホスト通いも相当だったようで、これが原因で週刊誌の報道につながったようです。夫であるキム・ヨンスさんの事業が失敗した借金や1億円とも言われるマンションのローンも含め、一時は4億円もの借金があったとか、一般人には想像できない額に膨れ上がってしまったようです。そして所属していたタイガーエンタープライズからは2億5500万円の返済を求める裁判を起こされています。こうしたことも原因となり、キム・ヨンスさんとは1998年に離婚しています。2006年には借金トラブルの裁判が和解成立しましたが、更年期障害やうつ病になったりと苦難を乗り越えて芸能活動を再開したケイウンスクさんですが、ここからさらに転落が始まります。さまざまな現実から逃避するため、ケイウンスクさんは知人の男性から覚醒剤を購入使用してしまいました。2007年11月、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいます。当時の判決は懲役1年6ヶ月執行猶予3年。さらにそれがきっかけで日本に滞在できなくなったのです。その後は韓国で歌手活動を再開したものの、2015年6月には再び覚醒剤で逮捕起訴され、その2件が有罪判決となり拘置所暮らしと伝えられています。2017年5月にはまた詐欺で告訴され、
そして現在も日本への入国は認められていないとのこと。調べているとケユンスク死亡ととうとう死亡説まで浮上していました。それではケユンスクさんは現在一体何をやられているのか調べてみましたが、情報が少ないのが現状です。2年ほど前までケユンスクさんは韓国のファンとの交流なども交えながら音楽活動は続けていたようです。しかし今現在は何もしていない、お金はゼロとの話もありました。では現在の収入源は何なのか。トースポさんの情報では、怪しげな商売をする腐れ縁の男にすがり、本人はお金がないと漏らしていたようで、彼氏なのか内縁の夫なのか元彼なのかさすがに聞けませんでしたが、日本語もペラペラだし腐れ縁関係のようですとのこと。この男性は引退した俳優や有名歌手などの金持ち相手にヨーロッパの高級ブランドの食器を中心とした雑貨を販売しているようです。裏の世界では有名な店みたいで、中国だかタイだかの密造業者とパイプがあるそうです。彼が商売を頑張って K さんを食べさせているんじゃないかな。今は本当に昔の顔じゃないんです。ちょっと不自然でした。韓国は整形大国だから多分いろいろしたのかも。ヒアルロン酸とか注射をたくさん打ったりね。あとこれは薬の影響だと思うけど、ちょっと目が出てました。お金もなくて顔も変わってしまっていると言われていたのですが、実際はというと、雑誌に登場されたケユンスクさんは言われているような容姿では全くありませんでした。韓国で新しい事務所に所属し一から頑張っているようです。薬をたくさんやった人って目がどんどん出てきちゃうから、全然老婆のような姿ではないですね。雑誌では日本に対する熱い思いを語っていらっしゃいました。いつかまた日本に来日できる日が来るのでしょうか。ケユンスクさんの人生は波乱万丈あり壮絶です。韓国でまた一から頑張ってほしいと思います。いかがでしたか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。